はい、基本一人です。いつもありがとうございます。一人でお昼ご飯を食べていきます。はい、今日はね、母親がデイサービスでいませんね。だからね、一人の昼ご飯ですけどもね。まずこちらをね、昨日買いました。半額セールで買ったやつをね、胸肉ですね。照り焼きチキンステーキ胸肉って書いてありますけども。こちらをね、3分の1ぐらいちょっと焼いて食べます。あとはね、昨日茹でたブロッコリーですね、こちらを、食べる。あとはシューマイが3つ残ってるんで食べたいと思います。あとは味噌汁ですね、いつもの簡単な昼ご飯です。はい、じゃあやっていきますね。これを3分の1ぐらい食べますか。さすがに450もあるからね。最近サラダ油はほんと使わなくなりましたね。オリーブオイル、あまりね、油に注目してなかったからね。最近スーパー行くといろいろ油売ってますね。シソ油っていうのかな、エゴマ油、エゴマ油ってったかな、あとはアマニ油とかね、米油とかね、いろいろありますね。体に、サラダ油に比べると体にいいね。油が、ちょっとタレをよ多めに混ぜとこう。今日はあんま食欲がないんだよな。あ、くっついちゃった。さあどうかな。あ、いいね。はい、はい、このまんまにしておきます。味噌汁を温めていきますね。豆腐とわかめと油揚げ、これありかな。電子レンジでブロッコリーとシューマイ、おっしゃった、シューマイを温めていきます。はい、おお、膨らんだドーム。はい、秋田小町ね、初めてだ、初秋田小町、今年ね。はい、味噌汁ね。
いしょ。うまく盛り付けられないな、相変わらず。よいしょ。こんな感じにしとくか。こんな感じでどうでしょう。はい、どうでしょうか。ご飯とブロッコリーと、鶏の胸肉ですね。照り焼き、焼肉ですね。そしてシューマイと、味噌汁はわかめと、油揚げと豆腐ですね。食べていきます。それではいただきます。もう1時過ぎてるね。うん、結構美味しいこの照り焼き。うん、甘辛くてね、今回買ったやつはね、半額なんだけど、スーパーでね、もう、照り焼きのタレがね、漬け込んであって、売ってるわけですけどね、やっぱりそこそこ美味しいというかね、かなり美味しいですね。うん、売れる商品作らないとね、スーパーもね、困りますから、結構美味しいですね、こういう味付けの焼肉ね。焼くばっかのやつ。マヨネーズ。今回の肉ね、胸肉で、安いわけですね。しかも半額ということでね、まあ、そんなには美味しくなくてもいいかなと思ってたんですけどね、意外とあっさりしてて美味しかったです。若い頃に比べてね、なんかちょっとあっさりした肉がね、うん、なんか好みになってきたような感じがします。うん、子供の頃ね、まだ牛肉がね、結構高かったと見えてね、我が家ではね、子供の頃あまり牛肉を、食べてこなかったですね。だからね、母親もそうですけどね、牛肉はあんまりね、好きじゃないですね。僕もね、牛肉食べるようになったのはね、大学入ってね、吉野家の牛丼食べた時ぐらいかな。ここ10年でね、自然とね、食べる量が減りましたね。だからこれぐらいの量でね、僕はね、お腹いっぱいになっちゃうんですね。まあそれぐらいな感じなんでね、かえってね、太らなくていいかなと思います。最近ね、僕よりね15歳ぐらい上のね、方がね、近所の方ですけどね、すごく恰幅のいい方がね、急に亡くなられましたね。多分ね、90キロぐらいはあったんじゃないかなっていうね、すごい恰幅のいい方なんですけどね、すごく元気だったんだけどね、急にお亡くなりになってしまいましてね、やっぱりね、年取ってからはね、太ってたらダメだなと、なんかそういうふうに思いましたね。お金もね、稼がなきゃいけませんけどもね、それよりもね、健康と時間がね、お金で買えないということで、そっちをね、重視して生きていきたいと思います。いくらね、時間があってもね、健康でいられないとね、いけませんしね、
その辺のね、バランスというかね、お金と時間と健康ですね、その辺をね、バランスよくね、健全なバランスでいければなと思います。はい、ごちそうさまでした。たくあん食べましたね、最後。鶏の胸肉のね、照り焼き風味の味付けがね、なかなか良かったですね。さすがという感じ。スーパーで結構売れてるみたいなんでね、このさっきの商品ね。美味しかったです。最後まで見ていただいた方、ありがとうございました。基本ソイでした。